1986年週刊少年ジャンプにて放ったレブに連載、1987年から1992年ビッグコミックスピリッツにて出直しといで連載、1990年から1991年週刊宝石増刊コミックビーにてバカ連載、1993年から1995年ミスターマガジンにて花田少年誌連載、1995年から1997年ビッグコミックスピリッツにてハッスル連載、1998年スーパージャンプにてドジンソーから愛を込めて連載、1998年から2015年ピアノマガジンアッパーズモーニングにてピアノの森連載、2020年からモーニングにてベリーローズ7日の森連載中です。2021年から2022年ビッグコミックにて闇の少年連載、短編集一色誠短編集どいつもこいつもガキの頃から一色誠短編集、以上は一色誠先生の主な作品になります。